あ、どうも、やらげの西森です。今日は福地優斗さんと、コラボした動画の技の説明をちょっと解説しながらやっていきたいと思います。なんで優しく撫でられたら嫌じゃないですか？嫌じゃないですね。これが嫌じゃないですけど嫌ですよ。こうすると反発しますよね。します。こう撫でられてる感覚はこういってる。おお、この時分かるじゃないですか。これとグラッと入れ替えようとする。怖いわ。めちゃめちゃ怖いわ。俺も今の見たら怖いわな。ほらさすがにむちゃむちゃ注射次打ちますよみたいな。いやいや、もうワクチン2回打ちましたよ。ああ、じゃあもうじゃあじゃないんですよ。ちょっとほんまゆっくりやってくださいね。ゆっくりやります。あ、じゃあそのさっきはドンってやります。ゆっくりいきます。え、さっき、いやいや、ゆっくりでやります。ふわっとしてこの感じでゆっくり。うわ、今ゆっくりですよね。ああ、ちょっと頑張ってもらって、ここはこの関節はグッとくるから返すんですね。で、あの動画でも説明したんですけど、次に曲がる関節が肩なので肩を曲げたいんですけど、ここもグッと押すと反応するんで、こうさする状態でこれのこう入れ替えなんですよ。で、ここの意識じゃなくて今肩を押した感覚をここに持って、ここの入れ替えをやってると。で、その後に、フルコンさんが、福地さんにかけたのは、欲しいじゃん。いや、すごい。これが肘を思いっきりこういった状態はできてますよ。これを、ゆっくりと、こう。いたお前のやつ、5強やん、今のは。いった。あっ、もう、無理やり。痛いんですよ、これは。パワーだ。もう、うまくいかなかったから。これは、痛いんですよね。そう。だからこれとはちょっと違って、もう皮膚のこういう優しいタッチで、ふーっといってるだけなんです。これは、まあ、いい強ですね。村落としみたいな、こうやつ。まあ、町落としかなんかわかんないですけど。村落とし痛いんですか？痛い。あ。これでやるから痛いですよね。ただ、ちょっとグッと頑張ってもらって、これいかないですよね。いかないです。あ、手首強い。これはやる前に返せていますよね。はい。やる前はこんなんですよ。で、もう、ふわーっと触れてるだけです。あ、冷えた。冷えてる。村おこしじゃなくて、町おこしって技らしいんですよ。この、ギュッ、ギュッってやるのが。で、まあ、もう突っ張ってもらって、これじゃ降りないんですよね。で、これも皮膚をね、スーッと撫でてる感じなんですよね。で、ここは確かにふわーっと持ってるんですけど、ここで持つから相手が反発するんですよね。例え何がいいんですかね、これは。あれですよね、なんか、これを持っててもらって、ここにこう、まあ、相手持ってる、ここにこう入ってくる感じなのかな、スーッと。あ、そうですよね。これがこう落ちてくる。そうですね。要は握った感覚は来てないんですよね。まあ、すごく来ないですね。そうそうそう。ここの感じが、これでスーッと相手が落ちてくる感じが、握ってない感覚で、ここにスーッと来る感覚が、こういう感じになるんですよね。やっぱ知らないと強烈に頑張るから、で、頑張って握ってくれば、それは反応できるんですけど、その、接触面が握ってこないから、相手が反応できないんですね。今みたいに、スーッとこっちが落ちるだけだと、そういう感覚なんですね。ここに後輩。いたー！ここに後輩。いたー！また。かなり大げさ。かなり大げさって言われてる。お笑い芸人でありません。で、その後にフルコンさんが受けたのが、じゃあこれでっていう感じになったんだけど、でぶつかりますよね。で、もう、こう返してもらっていいですか。これで、これに歯向かっちゃうとこうなんですよ。だから、これにこう受け入れて、あとは
この指がこう上がってた。うん、くい。うん、そう。こう返す。うん、こう行こうとするといかないんですよ。この指がこう上がってるだけなんですよ。で、ここをキュッとこう決めて。これが下にする。下にする。それは嘘やろ。ほんまに。で、今のだけ見ると、関節をやってるように、関節を痛みつけてるように見えるんじゃないですか。うん。で、その後にやったのが、まあ、ここはフリーなんですよ。ここ。ここ、ここも握ってくる感覚が、頑張るきっかけを、うん、足もバチッとなるんですよね。この時はないんですよ、だから。うん、全然ないです。これもだからさっきの、あれですよね、帯でスーッと落ちてる感覚で、ここに帯がスーッと落ちてる感じですよ。無理ですよ、あの引っ張っちゃうと。そうです。この感覚はないんですよ、このふわっとしてる感じで、これが下にスッと、こうやってもいかないですよ、スッとここが入ってるわけです。おお、うん、ダメですよ、ね、はいはいはい、耐えます、耐えます。ここに乗っかったらこんな立てちゃう、はい、だからそこには行ってなくて、肘だけするんですよ。え？肘落としっていう名前はついてなかったんだけど、ここでこう落とそうと思ったんですけど、やる前にここにかかったんじゃないですか、うん、で、やったのはそこでしっかり頑張ってもらって、こう寄っかかってここをこうしたら立ち上がれるし、うん、踏ん張るきっかけを作りますよね、うん、だからここに対してこうやってないってことですよね、うん、やってない。これがぶら下がってよいしょってやると降りないですよね、うん、だからやってるようでやってないんですよ、うん、でこの肘から下に、うん、抜くい。ずっとやってないんで、ゆっくりでもこれがする。なんか大変だ。この感覚でジェットコースターがスーッと上がって、肘が1両目、2両目、3両目、これがスーッとしてます。肘のとこにこうかかってやったらしっかり立つ、うん、で、肘には横かかってなくてこういう感覚が相手になったんですよね。でもこれでグッとやると、この瞬間にしっかり立つんですよ。だから、これでね、ちょっとこっちに来てもらってます。なで、そう。動画でも言ったね。足はふわふわしてるんですよね。うん、ふわふわした感じで、ジェットコースターがこう、にーっと上がってて、1両目、2両目、3両目、4両目、5両目が最後に落ちてくる感じが、ここにスーッとあると、こういうのもいいし、ここはさっき肘で落とした感じだと思ってください。肘にかかってこうやったらもうしっかり立ちますけど、ちょっとこっちに来てもらって、肘には全くかけてなくて、まだジェットコースター上がって5両目は残ってます。1両目、2両目、3両目、4両目、5両目になると、で、肘から下にするんですよ。こんな転がされてるのが。ここでやったんですけど、これもこうやったら気づかれるから、これもだ、ここはこのままで肘から下にスーッと降りるとこうなる。もうだからこの接触だけでこう降りて、これ踏んだら踏んだらもダメですね。持ってない感覚で肘が重い。ここは最後で肘から行くんです。これ引っ張っちゃうと、うん、ここでグッと分かりますね。で、今の要領でここにはないので、肘が先に抜ければここにはないわけですから、うん、最後の最後にここに来るから前に倒れてくる。こっちの下の感覚が下に、あ、行き下げ、あ、そう、まあうちで当たり前にやってますけど、あ、行き下げをやったんですけど、これはまあいいか、あの、まあちょっと両手で持ってもらって、まあ要はこう怒りがあるパンチだと
こうなんですよね。今これ下げさせる、下げさせないようにしてるんですよね。はい、で当然ここの押し込むとダメなんですけど、そういう意識じゃなくて、この指下げがこう下にこう折る。うん、でそれをこうパンチを出そうとするんで、それを向こうに出させないように止めてもらっていいですか。どうか。どうでもいいですか。要はこうクリがあると出ないんですよ。意識はだからこっちからこう出てまあこれがだからこうでも何でもいいんですけど、要は今度今こっちにうってやる感覚がこっちの意識をこうしてる。これ見てないとどうなんですか。え、例えばこういう感じだと見てないとこれに反応する、しますよね。今皮膚感覚で止めてるんですけど、でここの情報はずっとこのままでこっち側がこう出てくる。お、空気読んでください。空気が読めないで有名なんですよ。でこの反発はこうなんですよ。で急に、うん、そう、大きく急に行くとこうなんですよ。はい、だからこうじゃなくてこの下の感覚が一緒。え？ほんまや。普通そうですよ。うん、だとここの怒りが出るから、だこっちの意識からすぐと出てる。おお、そう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 。ここで1万円拾いに行くような感じ。ああ、得意です。はい。おお。おお。って倒そうとすると踏ん張るんですよ、もちろん。ところがここを今軸にしたんですよ。はい、でこっちだけこう。おお。なんで？でこの足をぐっと入れ替えるとしっかり立ちます。うん、入れ替えようとするからこれに反応するわけですよね。うん、しっかり立つっていう。うん、でところがこっちがここを軸にしますってやると、なんだろう、なんも味気ないんですよね。ただピッとやられてる感じで、うん、あとはこっちだけ左右っていう感覚なんですよ。で、こっちだけこう、ちょっとやりづらいですけど、これでこう入れ替えようと思っていかないんですよ。うん、これもだからここが軸ですよって相手が認識するんですよ。あとはこっちだけ、こっちが軸だよって感覚はこれなんですよ。え？はいはいはい。今日は今のこれのこれが、まあ、これはダメなんだけど、この軸の代わりをこれにしたんですよ。当たった瞬間ここが軸になって倒れた。ちょっと低いんですか。これがね、なんかあんまやりすぎちゃうとちょっと違う。うん、まあ、しっかりするんですよね。うん、だから本当にこんな衝撃で。ここの意識でお互いやり合いますよね。はい、これがここなんですよ。うん？怖いわ、もう怖い。なるでしょ、過去一のハテナが出る。これもそうですよね。ここの認識でお互いここでグッてやってるんですよね。うん、今のと一緒でここに意識がいったんですよ。これはそう、クリを打たれた。そうで、今相手に打ちましたけど、またこれない、うん、ここですよね。お互いここにやってるんですけど、今度自分自身に杭を打つ。叩いた時にこう適当だとかかとまで行ってないんですよ。これがこれだとなんとなく分かるんですか。トンコンって杭がかかとにトントンって刺さってる感覚があるんですよ。で今ここの軸になってるんで、でただ押す時にグッてやっちゃうとこの感覚。
これって優しいしこうなるんですよ、はい、これがこういう動作を取ると途端に反射するんですよ、はい、だから叩いてそこの意識がここに カメラ回しとけよ。まあこんな流れを一通りやったんですよね。でその後、まあ、スパーリングやって、まあ、それはいっかこれといって、あでも最後にやったのがスパーリングの最後にやったのは、うん、柔道家の人ともコラボしてるんですよ、うん、どうやらでも柔道の投げとは違うなって話になって、あよくお気づきでっていう話になって、うん、柔道はまあ組んで こっちの方がいいですか、組んで、はい、柔道やったことないんですけど、はい、ちょっと頑張ってます。これでやると、はい、まあ、ないですよね。はい。現場にこんな感じ。ないですよね。ないですよ、ね。なくて、明日こう。そう。こうなって、プルルと回ってそう。早い。回るのが早い。この、俺っていう入れ替えがあるんですよ。はいはい。ここを、だから触れてんですけど、ここの時にこういう感覚だって話して。何も来てないんですよ。はい、先に来て、よいしょっていう予備動作があると、ホコリがあるから分かるんだけど、ここの時に何もないんですよ。で、最後のここです。実践で使えそうなのってありますか？まあ、その、やっぱホコリのない月とかじゃないですかね。うん、あとは、ハテナマークが、過去一のハテナだって話になって。で、こう、そう。で例えばじゃあ一挙やった後にちょっとじゃあお互いやってくださいって言うと、うん、そこから怒りを出さないでってなんかすごいシュールな絵だなって言ってうちのコラボした人たちみんなそうなるんですよかなり地味な、だから最後それで終わるとあれだからスパーリングしましょうかって話になって、うん、まあそれでまあ見た人は分かると思いますけど、うん、こっちは向こうの土俵ではやらないんで全部投げちゃう投げて終わったという、まあ、でも面白い動画にはいい交流にはなりましたけどね、まあそんな感じで、はい、まあ技のまあすっと紹介しただけなんで、まあ興味のある人は来て体験してもらうと一番、ね、映像だけだとうさんくさくなんですよね、どうしたってなかなか伝えられない、あの受け取った工藤さんがいやいや勝手に転んでんでしょうねなっちゃうんですよね、これはやらせに見えちゃうんですかね、うん、まあ不思議に思った人は来てください、体験できますんで、はい、じゃあ終わります、ありがとうございました。